2006年に初めて検出された高速電波バースト。高速電波バーストは数百ナノ秒数ミリ秒というごく短い時間の突発的な電波のパルスが観測される未解明の発生機構による高エネルギー現象。2006年にダンカン・ドリマーが学生のデイビッド・ナルケビッチとパルサーサーベイのアーカイブデータを調べていた際に初めて発見された。 平均的な高速電波バーストは、1038から1040エルグのエネルギーをわずか数ミリ秒で放出する。これは、太陽が3日間で放出するエネルギーに相当する。このように極めて高いエネルギーが放出される現象だが、数十億光年という宇宙論的な距離にある天体から放たれているため、地球に届く信号の強度は、月面に置かれた。 携帯電話からの電波の1000分の1にも満たないと言われる。高速電波バーストの発生源や発生機構は未だに議論の的となっている。中性死亡やブラックホールなどのコンパクト天体の合体や相互作用、コンパクト天体の崩壊、マグネター、活動銀河核の活動などに発生源を求めるものが主流だが、地球外知的生命体の活動の可能性も、 検討されている。2020年4月に天の川銀河内で発生した高速電波バースト FRB20428 の観測結果から高速電波バーストの発生源をコンパクト天体の合体やコア崩壊型、超新星から生まれたマグネターに絞り込んだとする研究結果が発表された。このバーストの発生源が マグネター SGR1935 プラス2154と同定されたことから発生源の少なくとも一つはマグネターであると考えられている。高速電波バーストは明るく点元的で抗帯域の電波が電球上の一点からごく短い時間に観測される現象である。他の電波源とは異なりバーストからの信号はノイズフロアから際立つのに 十分な強度で極めて短時間に検出される。バーストは時間の経過とともに強さが変化することなく、エネルギーのスパイクとして現れ、持続時間は長くても数ミリ秒程度である。高速電波バーストは、天球上の至るところで、東方的に発生しており、天の川銀河の銀河面に特に集中しているわけではない。発生頻度は、 1>, 1日あたり前天で数千回から1万回程度と見積もられている。多くの高速電波バーストは1 4 0 0ヘルツ付近の周波数で検出されてきたが、カナダ・ブリティシュ・コロンビア州にあるドミニオン、電波点問題のカナダ水素強度マッピング実験が2018年に稼働し始めてからは400から8 0 0ヘルツの低い周波数でも検出されるようになった。 各バーストの周波数成分は、星間プラズマの影響を受けて、電波速度が真空中よりも遅くなり、周波数の低いほどその遅延は大きくなる。この遅延の大きさは、分散量度と呼ばれる値で表され、遠方にある天体ほどその値が大きくなる。高速電波バーストの分散量度は100%パーセク、毎立方センチメートルを超えており、 天の川銀河内の発生源として想定されるよりも、はるかに大きく銀河間プラズマを介した電波と一致している。その分布が東方的であることと合わせ銀河系外に起源を持つものと考えられる。2020年4月に検出された高速電波バースト FRB20428 は十分に小さな分散領土を持っていたことから、 天の川銀河内で発生した高速電波バーストを史上初めて検出したものと想定され、太陽系から3万光年ほど離れた天の川銀河内にある南岸マセンリピーター SGR1935 プラス2154からのものと同定された。ほとんどの高速電波バーストは1回きりのイベントとして検出されてきたが、反復してバーストを起こすものも検出されている。 反復してバーストを起こすもののほとんどは規則性なく反復している。2020年11月の時点で規則的な反復が検出されている唯一の高速電波バースト FRB18916 は16.35日ごとにパルスしていると見られている。バーストの持続時間が長くても数ミリ秒であることから発生源の大きさは 数百キロメートル以下であると考えられている。また、宇宙論的な距離から来たものであれば、その発生源は非常に高エネルギーでなければならない。また、観測される電波に変更が見られることから、非常に強力な磁場の中にある発生源から放出されていると考えられている。2020年現在、最も有力な仮説の一つは、マグネターに期限を求めるものである。 最初の発見を記した E プリントが公開された直後の2007年には高速電波ワーストがマグネターのハイパーフレアに関連している可能性が提唱されている2015年にはマグネター仮説を支持する3つの研究が発表されている2020年4月に検出されたマグネター SGR1935 プラス2154を起源とする 天の川銀河内からの最初の高速電波バーストの同定はマグネターが高速電波バーストの発生源の一つである可能性を強く示唆するものであった。他の有力な説の一つにブラックホールや中性子星といったコンパクト天体の合体によるとする説がありガンマ線バーストとの関連も示唆されている。また、高エネルギーの超新星がこれらのバーストの発生源である可能性がある。 2013年には高速電波バーストの発生機構を説明するものとして核運動量を失ったパルサーが重力崩壊してブラックホールになる際に起こす現象ブリッツァーが提唱された2016年には高速電波バーストの残光と GW15914 の0.4秒後の弱いガンマ線バーストの起源を説明するために カーニューマンブラックホールの磁気圏の崩壊が提唱された。また、もし高速電波バーストがブラックホール爆発に由来するものであれば、量子重力効果が初めて検出されたものとなるとされている。2017年初頭には、超大質量、ブラックホールの近くの強い磁場が、パルサーの磁気圏内の電流シートを不安定化させ、閉じ込められたエネルギーを放出して、 高速電波バーストにエネルギーを供給するという説が提唱された。また未発見の物質にその原因を求める説も挙げられている。2014年にはパルサーの暗黒物質による崩壊とそれに続くパルサー磁気圏の放出が高速電波バーストの発生源である可能性が示唆された。2015年には高速電波バーストがアクシオンミニクラスターの 爆発的崩壊によって引き起こされることが示唆された。宇宙源が初期宇宙に広がっていたプラズマと相互作用してこれらのバーストを発生させたとする説も提唱されている。2016年に FRB121102 の反復バーストが確認されて以降はさらに新たな起源の仮説が提唱されている。活動銀河核のような環境で発生する。 可能性のある、大規模な量子も連れ力学的状態を伴う、超放射として知られるコヒーレントな放射現象が、高速電波バーストや高速電波バーストと関連した、他の観測を説明するために提案されてきた。2019年7月、反復しない、高速電波バーストは一回限りのイベントではなく、検出されなかった反復イベントを持つリピーターである、可能性がある上、 まだ観測されていないあるいは想定されていないイベントによって高速電波バーストが引き起こされる可能性があることが報告された。変わったところでは、境外銀河にある史的文明が使用する光帆船の動力に使われる電磁波が高速電波バーストの原因である可能性についても研究されている。この研究では数世紀に一度程度、 天の川銀河内の知的文明による高速電波バーストが観測される可能性があるとしている。最初に検出された高速電波バーストである FRB010724 通称ドリマーバーストは2001年7月24日にパークス天問題によって記録されたアーカイブデータの中からダンカンドリマーとデイビッド・ナルケビッチによって2006年に検出された。 発見者の名前からドリマーバーストとも呼ばれる。これ以降も多くの高速電波バーストが過去に記録されたデータの中から発見されている。2013年4つの高速電波バーストが発見され、いずれも銀河系外の天体由来である可能性が示唆された。2016年には2012年に検出された高速電波バースト FRB121102 が 不規則に反復してバーストを起こすことが確認された。f r b 1 2 1千0には約30億光年の距離にある銀河にあることが確認されている。2017年に検出された高速電波バースト FRB171209 は2011年に検出されたガンマ線バースト GRB11715A と関連があるとする説が出されている。 2020年4月28日、小狐座の南岸マ線リピーター SGR1935 プラス2154と同じ方向から、150万、ジャンスキー、ミリ秒を超えるフルエンスを持つミリ秒単位の、時間スケールの高速電波バーストが検出された。前日の4月27日夜、このマグネターからの X 線バーストが、ニール・ゲーレルス・スウィフトによって検出され、 さらに数時間にわたってフェルミガンマ線宇宙望遠鏡や国際宇宙ステーションに設置された中性子星観測装置ナイサーにより数回の X 線バーストが検出されていた。このように高速電波バーストの対波長対応天体が観測されたのは今回が初めてである。また、この高速電波バーストの分散量度がかなり低かったことから、 甘野川銀河の中で発生したものと考えられた。基地の高速電波バーストに比べると、FRB20428 は本質的な明るさでは何千枚も劣っていたが、その近さから最も強力な高速電波バーストとなり、数千から数十万ジャンスキーのピークフラックスに達し、同じ周波数ではカシオペアザ A や白鳥座 A といった。 電波源と匹敵する明るさとなった。この高速電波バーストの観測結果から依然としてその発生機構は未知のままではあるものの少なくともマグネターが高速電波バーストの発生源の一つであることが確定した。ありがとうございます。